トコラボチャンネルへようこそ。いつでもストレッチできる人になろう。お尻をほぐす習慣を身につける。トコラボチャンネルへようこそ。今日はリモートワークなんかでお家でずっと座ってることが多いとか、いろいろなことからね、出る股関節とか臀筋の不調、こういうものを何かしながら、例えば散歩の途中にちょっと休憩した場所でお尻を整える、または、作業中にちょっと一息入れてコーヒータイム、ブレイクタイムの時に一回ストレッチ入れる、そういうふうなシチュエーションでどうやってストレッチを習慣にしていくかということをやっていきたいと思います。それではスタート。長く歩いてきました。だんだん足も疲れてきてこうね、引きずるような感じになってきた。おっと、いいところに椅子があるじゃありませんかということで、なんだろう、公園とかでも休憩するんだよね、私たち多分。そしたらこうやって椅子に座った。で、大事なのは右と左の座骨をちゃんと感じるってことです。分かんなかったらこういうふうにさすってあげて座骨を広げてあげてください。で、この状態から少しね、お尻が丸くならないようにちょっとこう肘とかついたりして、お尻突き出して腰が反らないようにふーっと腹横筋、お腹が薄くなる呼吸で肩を落として長い首にしていく。8、7、6、5、4、3、2、吐きます。そしたらゆっくりロールダウン、ロールアップするのがコツですよ。ボンって上がるんじゃなくて、お腹軽く覗いてロールアップ。そしたら右足かけてゆっくりストレッチ、お尻後ろに突き出すようにしながら腰も反らない、でも首の後ろも長く。8、7、6、5、伸びてきてるのを楽しんでください。どう、伸びてますか？伸びてますよね。こういうことをコーヒータイム、そういうのでいろいろ入れていっていただくといいなと思います。で、だんだんね、伸びてくると自分でわかると思いますよ。ああ、この辺硬いなとか、ああ、こっちの骨盤ちょっと持っていかれちゃうねとか、そういうものをしっかりと意識しながらこういうストレッチを入れていく。呼吸でやり過ごす。どんどん肩落として長い首にしていく。ゆっくり戻しましょう。反対もいきます。腰が反らないようにお尻を軽く突き出して、でね、よくね、いるんですよ。あ、ちょっとこれやるとしびれましたとか、そういう人はね、どっかがね、少し腰ね、圧迫してる恐れがあるので、もしそういうことを感じたら、もう一度この姿勢から軽く、こういう状態からね、軽くロールして背中しっかり牽引して、で、またそれでまだ取れないなっていう時はブラーンとぶら下げたりして、この辺伸ばしたりさすったりして、こういうのも入れてあげてください。で、ゆっくりこっちもストレッチしていきます。8、7、6、5、肩落として長い首、さあいろんなところが伸びてきてると思いますよね、気持ちよく。4、3、2、吐く。決して鍛えるためにやってるんじゃないけど、お腹抜かないでください。だけどストレッチってね、結局伸展の筋トレですから、やっぱ私たちってさ、伸びるにしろ縮むにしろ緩むにしろ筋トレしてるわけです。そういう意識で、意識はしっかり持って自分が今何をやってるか、そのことをしっかり自覚してやってくださいよ。ゆっくり戻しましょう。そしたらもう一度ゆっくりと膝の方に体重かけたら、そのままダラーンとぶら下がってみましょう。息を吸って、はい、その時にね、ダラーンとぶら下がったら、ほら、ここピタッとくっつくでしょ。だからいつも仰向けに寝てお膝抱えてる状態になってるんですよ、これが今座った状態。そこでゆっくりとここ広げていく、広げていく、お尻のとこ広げていく。4、3、2、ついでに叩いておこう。どんどこ、どん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 。8、7、6、5、4、3、2、1、ゆっくりロールアップして、よいしょ。そしたら両手を横から持ってきて、一回伸び、ぐる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 、で、そのまますっと立ち上がって、肩前からアップダウン、アップダウン、アップダウン、リフレッシュされたと思います。ぜひまた爽やかに歩いて移動したり
トロトトトト仕事を始めたりしてみてください。それではまた次回の動画で。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。